こんにちは、ミカです。日本一優しい本格パン作りの教科書レーズン酵母編が出版されました。これまで1万人以上の生徒さんが教えてきたパンの中からえりすぐりのパンを皆さんにご紹介していきます。はい、では作り始めていきましょう。まず小麦粉をふるっていきます。私はドルチェというお粉を使っています。 50g です。ちょっとね、高い位置からふるってあげるようにしてください。で、今回はね、必ずあらかじめふるっておくようにしておきましょう。最後まで綺麗に振ってあげてくださいね。ボールを2つ用意します。大きいボール、口の広いボールですね。あとはね、小さめでいいので深さのあるボールを用意してください。卵を割り入れていきます。小さいボールの方に卵白、大きいボールの方に卵黄を入れていきましょう。卵は2個です。卵黄と卵白を分けるのが苦手な人は手のひらにね、卵を乗せてあげて指の間から卵白を落としてあげるとやりやすいです。まず卵黄の入っているボウルからやっていきましょう。ホイッパーで卵黄を割りほぐしましたら、グラニュー糖 10g を入れていきます。よくすり混ぜていきましょう。生地が白っぽくなるまで頑張ります。ここまで頑張ってください。そうしましたら、レーズン酵母 65g を少しずつ加えながら、さらによく混ぜていきます。入れながら混ぜられる人はね、こんな感じでやってもらうといいかと思います。はい、しっかり混ざりましたら、最初に振っておいたドルチェですね、 50g 入れていきます。ホイッパーで優しく混ぜていきましょう。粉気がなくなるまで混ぜていきます。少しグルテンができるかなっていうくらいまでね、混ぜていっちゃっていいですよ。少し粘り気が出てきましたね。わかるかしら。はい、そうしましたらラップをしてあげて6時間発酵していきます。室温で6時間です。夏場は冷蔵庫に入れて6時間発酵させていきましょう。はい、6時間経ちました。オーブンに余熱を入れておきましょう。190度余熱を入れていきます。メレンゲを作っていきます。まずね、卵白をミキサーで泡立てていきます。まだね、透明感のある泡ですけれども、これがね、少しマットな感じになるまで泡立てていきましょう。少し泡が細かくなってきました。はい、一度止めて、グラニュー糖ですね、 25g のうち3分の1入れます。一度よく混ぜてもらってから、さらにミキサーを回していきましょう。一度砂糖入れるとね、また少し透明っぽくなるんで、またマットになるまで回していきます。はい、残りのグラニュー糖のまた半分ですね、入れていきます。また同じようにミキサーをかけていきます。これからね、どんどんね、間隔が短くなっていきますよ。はい、一度止めて、最後のグラニュー糖を加えていきます。綺麗なメレンゲができてきましたね。はい、OK です。ひっくり返すとね、落ちないんですよ。ここまで泡立ててあげましょう。羽を外して、発酵させておいた卵黄の方の生地を用意してもらって、一度ホイッパーでよく混ぜていきます。混ざりましたら、メレンゲ3分の1をね、まず入れていきます。固い生地に柔らかい生地を入れてきますので、これね、既成のメレンゲって言うんですね。
優しく混ぜていきますが、1回目はね、卵白なくなってしまうくらいまで混ぜてもらってもいいです。ただ優しくですよ。はい、これでホイッパーちょっとね置いといてもらって、残りの半分入れていきます。一度ねミキサーの羽でよく混ぜてもらってから入れるといいでしょう。今度はゴムベラでね混ぜていきます。一度ゴムベラで卵黄を広げるような感じでね伸ばしてあげたら、底のフォークから何回か混ぜてあげます。そしたらまたね広げてあげるような感じ。なるべくメレンゲが潰れないようにしていきましょう。はい、最後です。また羽で一度よく混ぜてあげてから入れていきます。羽についているメレンゲもしっかり取って入れてあげましょう。最後はゴムベラでね取っていきますよ。ボウルにね残っているメレンゲ全部取ってあげてください。先ほどと同じです。一度メレンゲを広げます。そしたら底の方から混ぜていきます。結構ね中心の真下混ぜ漏れがありますので、しっかり底の方からね混ぜてあげるようにしてあげてください。混ぜたら広げる、混ぜたら広げるっていう形でね、なるべくメレンゲを潰さないようにしていきましょう。まだねマーブルが残ってますので、これがね綺麗に均等になるまでね混ぜていきます。優しく混ぜてくださいね。急がなくていいですよ。はい、そろそろ綺麗になってきました。いい感じになってきましたね。良さそうですね。はい、じゃあ型を用意していきましょう。今回紙コップ使っていきます。 200ml ぐらいですかね。こちらに先ほど作った生地を流し入れていきましょう。まず3分の1ぐらい入れてあげましょうか。カラフルなコップも可愛いですよね。小さいお子さんとかにね喜ばれそうですよね。こぼしちゃいましたね。はい、200ml 6個に入れましたら、少ないところに少しずつ足していきましょうか。だいたい同じになるくらいまでね入れてってあげてください。はい、最後はちょっとずつね分けていきますよ。でボウルに残った生地なんですけれども、もう泡が潰れてることがありますので、全部ね入れないようにしていきましょう。そしたら竹串で 2,3 周していきます。これ何時やってるかっていうと、余分な気泡を抜いているのと、もしねメレンゲが残ってた時、竹串で混ぜてあげるようにしてあげるためです。お、ちょっと残ってましたね。こんな感じ、こんな感じです。ここも残ってた。はい、そしたら天板に乗せていきます。一回ねちょっと叩き落としてあげるような感じにして焼いていきます。180度で12分から15分焼いていきましょう。ここでちょっとお知らせです。もっと詳しくパンを学びたいという方向けに通信講座をご用意しています。イラスト入りのレシピと動画を見ながらご自宅で学んでいただく講座です。この YouTube チャンネルでは紹介していない美味しいパンの作り方はもちろん、いろんな角度から撮影しているので、より分かりやすく気をつけてほしいポイントを詳しく解説しています。何度も見ながら確認して作ることで上達するのも早くなりますよ。詳しいことは概要欄に載せていますので、
ぜひご覧ください。はい、焼き上がりました。一度ね、高い位置から叩き落としてひっくり返して冷まします。カップから出ていても構わないです。そのままね、ひっくり返しちゃいましょう。完全に冷めるまでこのまま待っていきますよ。はい、冷めました。こんな感じで出来上がりました。美味しそうですね。食べる時なんですけれども、上ハサミでねカットしてもらって、上の方のコップを剥いていきます。そうするとフォーク使わなくても食べられるんですよ。でお友達のところに持って行ったりするときにはカップのままでもいいですし、こうやってね少し食べやすいように剥いてってあげてもいいかと思います。美味しそうですよね。はい、でオーブンから出す見極めなんですけれども、一度ねマックスまで高くなった後で少ししぼむので、ね、そのねしぼむタイミングで出していきます。なので指定の焼き時間ぐらいになったら一度見に行ってくださいね。ぜひ作ってみてください。ではまた。